日本の皆さん、こんにちは。こちら、てりちょもです。てりー。はい、ということでですね、今回は、この15日間が終わりましたね。鬼滅の刃かけるおにぎりが終わったということでですね、毎度なじみ総編集編を見せていきたいと思います。まあね、このね、おにぎりの総編集編見るとちょっと心躍るんじゃないでしょうか。心躍る人もいるんじゃないでしょうかっていう感じがあるので、皆さん楽しみに見ていってください。はい、いろんなおにぎり作りました。ですので、おにぎりを見てください。どうぞ。ゴー。なさいということでですね、15人かける2種類のおにぎり、合計で30種類のおにぎり、どうでしたか皆さん。何が、あ、これ食べたいとか、あれ食べたいとか、え、これって本当に美味しいのとか、いや、これ知らなかったみたいなのあると思うんですよ。変わり種も作ったし、まあ、おーみたいなのも作ったので、興味のあるやつ作ってもらえると嬉しいです。なので皆さん、このおにぎりね、簡単に作れるっていうのがおにぎりの肝を持ち味だと思うので、皆さんそれはね、やってみてください。でね、この動画見ると多分ね、明日からのご飯とかさ、お昼ご飯とか朝ご飯とかにさ、このおにぎり作ろうかなって なると思いますよ。ですので作っちゃってみてくださいよ。はい、全部美味しかったですよ。はい、ということでですね、このおにぎりを作りたいな、食べたいなって思った人がいたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントお願いします。そして次の企画からは少し撮影体制を変えようと思っているので、皆さん、ちょっと待っててください。チャンネル登録して待っててください。お願いします。それでは、新体制のてりやきチョモランマーで会いましょう。バイバイ。